セレッソ京都。あ、おお、京都。嘘だ。嘘だは失礼でしょ。どんどん入れてんだけど。どんどん入れてんの。もうすげえ。うわ、うまい。うわ。今日はエフサが FC 東京対京都サンガです。ちょっと今ね、調子めっちゃいいよ。東京ぐらいだったら勝てるだろうって思ってるよ。持ってほしいな。許すか。で、みんな今日さ、ガンバとアビスパどっちが勝つと思う？そしてガンバ。ガンバ、うん。本当はアビスパ福岡に勝ってほしい。スポンノがいるし。順位によってね、OS チームが勝てるからね。そう。すごいね、誰一人おしゃべりしてる人がいない。ガンバ。3番のボールなかったね。誰もおしゃべりしても真剣にずっと選手の練習してるの見てる。あそこでさ人が集まったらおしゃべりしちゃうよね。するな。ねえ、すごくない？真剣度は。首都東京。それ違う。マリノス戦にしてる。マリノス戦にしてる。マリノス戦も見とこう。マリノス対セレッソ。フィナルのチームメイドはみんなマリノスセレッソ戦見に行ってるからね。うちも本当は行きたかったけど、やっぱ東京の試合見ないとね。いや、任天堂はずるいよね。のラファエル・エリアス、うん、戦いが毎回毎回毎回決めてんじゃん。みんな何やってんの？もうやれ。ダメだ。うええ。いきなりやん。開始早々。いつものコースやんか。これは止められない大使でも。なんかショート乗ってるな。乗ってるよね。やばい。やめやーい。よし。ああ。落ち着いたよ。落ち着いたよ。逆サイド。振れ振れ振れ。完全に狙われてるな。 2-0 だよ、やばいよ。わーわー、あーいい形作られてる。うわー、よしよしよし、あらきうまい。よし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 、あらきあらき、あーわー、痛いよ。ダメだよ。いやパスは回してんだよね。京都サンガ全然パス出てないね。全然出ないね。これ何を意味してるんだろう。多分少ないパスでゴールにを目指そうみたいな。ああ、なるほど。走行距離はサンガが、サンガが走ってる。走ってる。小泉よりも3人サンガは上回ってる。意外とフォワードが走ってるんだよね。原太一とマルケスも。で、ラファエルエリアさん入ってる。まあ、前走ってるもんな。うん。プープ。プープなんて答え、書くことある？なに？で、なんでさ、I just think if we pass through the body, it's called a poop. A ですよ。なんでしょ、多分ね。Back here. Oh, どこでゴールだ？どこでオフサイドだ？わー、ここから。お、
エベがパス見える、パス見える、パスが見れる、パスパス、よし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 、オッケー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 、で、きたいいよいいよ、この交代ですごい仲いい感じ、昔はもすごいいいし、スピード、マリノス、マリノススピード同点か、いやいや2-0、2-0、2-0、うまい、うわぁ、残留争いしてるチームとは思えないね、なぁ、今抜けたんでしょ、このあぁ、すげえ見せるな。これなあ、よく詰めたよなこれ。これすごいよかった大志。いける？いけるか？ああ！ツーアシストワンゴールとか最高じゃん。ツーアシストワンゴールとかした日はもう眠れないのかな。逆に眠くせになるから。寝るから。さ、FC 東京もさ、すごいさ、快勝したり劇的に勝ったりとかするとさ、その日あんま眠りたくなくなってるじゃん。いつまでも酒飲んで、ダゾーンずっと見てない。確かにな。それはファン意識でしょ。やってる方はもう疲れて寝るでしょ。そっか。めっちゃすごいね、京都。なあ、ハンプレスすごいな。全然引かないよね。もう3-0で勝ってるのにさ、ハイフェイス。無限に点取ろうって。そら走ってるはずだわ。そうだね。すごい、ガッツあふれるプレーだったね、エベさん。うわぁ、あ、オフサイドか、オフサイド、オフサイド、オフサイド、味方の方だ、ハンドだって、ハンドの可能性、うん、ハンドか、お、ポイント、あ、こっちもよ、こっちもゼロ、あぁ、マリノス、なんか入れられたところでマリノス見れない同じスコアみたいになってるけど。届かない方でしたね。認められてない。認められてない。うん。ああ、命拾い。命拾いしても3点取られてる。うん、今日は。前田か。